はい、皆さんこんにちは。まあ、今日はちょっとね、雪の血がついているような天気なんですけど、結構ね、寒い日が続きますよね。まあ、だいぶ緩んできましたかね。はい。はい、で、今回はですね、ちょっと書評ということでね、この本を取り上げてみたいと思います。これですか、引きこもりから考えるというこの本なんですけどね、石川遼子さんの著書で、ちくま書房から出てますね、ちくま新書ですね、はい、聞くから始める支援論という、ね、本なんですけども、この著者の石川さんは、引きこもり方面の研究者で、引きこもりの当事者、つまり引きこもっている方やその周辺の人々の話を聞き取るような活動をこう続けてらっしゃる方なんですね。はい。で、まあ、その経験からいろいろとね、分かったこと、思ったこと、まあ、そういったことを含めてね、書いてらっしゃるんですけどね、この石川さんもね、その聞き取りの活動をする中で、またその引きこもりの方の思いに共感しようと、まあ、試みてきたし、またね、そのいくらか共感できたつもりだったということはあるんですけれども、しかしその後いろんなことがあって、できてたつもりだけど、いやいや、まだまだ共感なんてできていなかったんだと、分かっていなかったんだということに、まあ、気づかされたという、そういうふうな話があって、まあ、これは、まあ、そういったことは あるんだなという、うん、で、むしろそのだから共感 できていない、分からないということを分かった上で、まあ、寄り添うということが、まあ、大事だと気づいたと、まあ、そういうふうなことを書いてらっしゃいますよね。うん、またね、当事者、つまり引きこもっている方自身も、そちらの側もうまくその自分の思い、自分の、状況、まあ、そういったものを語れないことが、まあ、結構多いらしいですよね。うん、で、これはそもそもその内容自体がその言葉にするのが難しかったり、もう言語化困難な事柄であったりすることもあるし、まあ、そうでなくても、まあ、状況的に語りづらいということもあると、まあ、相手との関係性やなんやでね、こう言いたいことあるけど、ちょっとこれは言いにくいなみたいな、まあ、そんなふうなこともあるし、まあ、そういろんな意味で、語れないということは、まあ、よくあるということですね。はい。で、まあ、そんな中で、まあ、うまく語れる人ももちろん中にはいらっしゃるわけですけども、で、うまく語れる人と語れない人の間のね、ちょっと溝というのも、まあ、あると。で、語れない人からしてみると、うまく語れる人はまだいいなみたいな、まあ、そういうこともあるでしょうし、うん、だからそういう語れる人と語れない人の、まあ、分断的な状況もあるということはね、書いてありますよね。はい。ただね、これに関しては石川さんは、まあ、そういう分断はありつつも、でも語れる、今は語れる人も、元はもう最初から語れたわけではなくて、やっぱり元は語れなかったんだということに、やっぱりそこに着目して、やっぱり連続したものとして考える、語れる人も語れない人も、そんな本質が違うわけじゃなくて、その連続したものとして考えるのが大事じゃないかと言ってらっしゃいますね。はい。だ、もちろんその分断の状況もそれはそれとしてやっぱり問題ではありつつも、まあ、そういった目で見ることも大事じゃないかなという話ですね。はい。で、これはね、語れない人というのは、まあ、以前というか、まあ、今のこうサバルタンという言葉がありますよね。抑圧されているけども、その抑圧されたその思いやなんやを語れないような状況にあると、まあ、そういうふうな概念みたいですけど、ね、このサバルタンというのはね。で、そのサバルタンが、まあ、それでもなんとか声を上げれたとするじゃないですか。で、サバルタンが声を上げるの、まあ、それはそれでいいんですけども、そうすると、まあ、人によってはね、いや、あなたはもう語れてるからサバルタンではないじゃないかみたいなことを言う、まあ、そういうことを言う人もいると、まあ、そういうこともあってね。で、そうすると、なんか、サバルタンという概念によって、なんか余計な分断が生じたりすることもあると。
だからもともとその抑圧された人のための概念、だからそのまだ声になってない声を聞いていかなきゃいけないなみたいな感じのね、そういう抑圧された人のための概念だったものが、そのせいで余計に分断を深めるみたいな、なんか本末転倒なあのこともね、あの、まあ、これまで、まあ、時にあったということで、だからそういうことから考えると、その石川さんのその指摘、あの、連続したものとして捉えることが大事だという、この指摘は大切かなということは本当思わされましたね。はい、で、あとね、あの後半の方だったかな、あの愛よりもむしろ親切の方が、あのいいんじゃないかみたいなことが書いてあって、これはね、あの愛っていうのは、あのなんか押し付けになりやすいこともあると、これあの良かれと思って、いや、あの、まあ、何かを押し付けるみたいな形になりやすいと、愛というのはね、うん、だそれに対して、いや、むしろその、あの親切、つまり相手の求めることとか、まあ、必要なことを、まあ、単純にやってあげるという、まあ、そういう親切の方がむしろあの、まあ、距離感といいますかね、むしろあのいいんじゃないかみたいなことが書いてあって、これはなかなかね、あ、なるほどなと思わされましたね。うん、で、まあ、愛、まあ、キリスト教なんかでいうでも愛ですね、あの、まあ、特に神の愛、アガペーというのが概念ありますけどね、ただこのアガペーにしても、その人の考えるアガペーというのはまだまだその本当のものかどうかってというとね、あの、まあ、その、まあ、本来その神のアガペー、まあ、だから神の愛なんですけどね、アガペーというのは、これはその、まあ、人の考える愛よりもむしろ親切の方が、今言った親切の方が理想的に近い面もあるのかな、かもしれないなということも思わされましたね。ただ、まあ、あのもちろん水準は違うんでしょうけども、まあ、理想としてむしろそちらの方が通じている面もあるのかななんてことを、まあ、ちょっと思わされましたよね。はい、で、あと、まあね、まあ、この支援についての話もね、述べられてますけど、こう支援というのはね、だからこの支援というのも、その当事者、引きこもっている方の思いからちょっとね、あの結構ね、そぐわないと言いますかね、ちょっとすれ違っている面もあって、だいたい支援する側としては、まあ、就労、つまり働くことにつなげる、それを支援 の、 あの、まあ、目的としている、まあ、ことが多いんですけども、ただ引きこもりの当事者は別にそんなことを求めてるんじゃないと、いや、むしろなんかあの安心して引きこもれる状況をあの作ってほしいみたいな、あ、思い、まあ、思いのこともね、結構多いわけですよね。で、仮にですよ、仮にその、就労につなげるとしてもですよ、そのためにこそ、そのためにも、そういう、安心して引き込める状態をきっちりこう保障してあげるっていうことが、そのためにも大事だし、また最終的にはそもそもその就労を目的とする以外の、なんていう、あり方があるんじゃないかという、まあ、そういうこともね、論じられてますけどね。はい、そうですね。まあ、これもね、だから、まあ、なんかベーシックインカムみたいなことが実現すると、まあ、それが望ましいのかなと思いますが、まあ、まだちょっとね、時間もかかるのかなと思いますし、なかなか難しいですよね、これはね。ということでね、まあ、とてもいろんなことを考えさせられる本なんですけども、あとね、まあ、筑波新書からは最近、引きこもり方面で、引きこもりの真実という本もね、この林京子さんですかね、の本も出ていて、もこの本もとてもいい本でね、この林京子さんもこの、今のこのね、引きこもりから考える、この本の中に、まあ、ちょっとで取り上げられているんですけども、
まあ、その方の書かれた、引きこもりの真実という本もとてもあのいい本なので、合わせて読まれるとね、あのいろんなことがさらに見えてくるんじゃないかなと思いましたね。はい、ということでね、まあ、今回はこの引きこもりから考えるという本の、書評を語ってみました。はい、今回の動画が参考になったという方は高評価チャンネル登録とよろしくお願いします。またコメント等もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。